はい、これが行きのピットレーンですね。いわゆる往路のピットレーン。結構ね、走路の方は凸凹があるんで、今の時間帯だとピットロードの方が早そうだね。で、出口がこれ雨降るとぬかるみそうな土に見えるけど、実際はどうなのかね。走路の方はでも草生えてんだな。ちょっとここで質が変わる。そうね、ポートパークもみたいだね、草生えててね。で、ピットの出口のところと、こっから硬そうだね。でもその先がまた砂場だな。ね、そうそう、ここからまた、そうそう、だからここの、サワサワ区域を。これね、誰かね、なんかね、砂場がこんな長くていいのかって話あったんだけど、ルールだとね、人工じゃない砂場はね、何メートルでも確かいいんですよ。確かね。人工砂場は、なんだっけ、80メートルとか100メートルとかちょっと忘れちゃったけど、で、入り口に段差がないこと、確か前提しちゃうからね、段があると。曲げちゃいけないんだよ。そうそう。で、昔宇都宮でやったみたいに、木で枠で囲ったりとか、曲げたりとかしちゃいけないんだよ、人工のやつはね。L 字にしたりとか。なんか、なんてかって言うと危ないからなんだよね、ただ単に。